はい。皆さん、こんにちは。先日からとっても人気が出てきました。チャット GPT を使って作曲をするというのがとっても関心が集まっています。ただ、パソコンでの操作でしたので、今回はモバイルでもできないかということを皆さんにお話ししたいと思います。今日はパート1ということで、詳しい説明をするというよりも、流れ というので、え、そんなことができるのそれなら試してみたいな、というようなことがわかるような概略というのをお話ししますので、ぜひ、この次までに予備知識を膨らませておいていただきまして、ああ、そうだそうだ、と、次の説明をしたときによくわかるように、皆さんできたら準備をして、そして、もしよければ、 チャンネル登録なんかもしていただいてこれからの新しいいい ai 作曲というのを学んでくださいまず口頭で流れを言いますとチャット GPT の g p t 図という僕が開発しましたカスタム GPT で今最新の g p t o 1プレビューという強力な GPT があるんですけれどもそれ用に 音楽を作るためのプロンプトを出します。そしてそれで GPT-O1 プレビューでコード進行とメロディさらにはベースライン。この3つが自動的にできるという風になっています。自動的にできるってチャット GPT は音楽なんて鳴らせないんじゃないのその通りです。チャット GPT だけではできません。 チャット GPT には膨大な音楽の知識があります。ですから考えることはできるんですが、表現は今のところはテキストでしかできませんので、そのテキストで僕が考えたコード体系というのがあります。約1年ぐらい前にもう考えていたんですけれども、それが O1 プレビューの登場によってとっても うまくできるようになったので、ここ最近力を入れて皆さんに説明をしているところです。じゃあ、早速流れを説明していきましょう。今、画面にあるのが僕が開発した GPT 図です。そこでは、このように曲のキー設定はということで、C ですか、C シャープですか、D ですか、みたいに聞いてきます。その後は曲のスケールですね。 メジャースケールなのかマイナースケールなのかとかいうようなこともしくは複雑なスケールの場合は手入力もできますそして次はジャンルを聞いてきますそして作る小説数ですねもちろん32とか大きなものを作ってもできなくはありませんでもこれは最終は素の AI で仕上げをしてもらうためのモチーフ作りだ というふうに考えた方がいいと思いますので、そうしてください。でも、メロディーを長く考えて DAW だけでやってみたいという人にも対応はできると思います。ただし、セクションごとにやるとか何か工夫をした方がいいかもわかりません。チャット GPT もあまり長いとですね、コードとメロディーとの関係とかが複雑になって、 今はそんなに長いものはテストはしていません。そしてテンションコードを使いますか使う、少し使う、対応するとかいうようなものを選び、その後はそのメロディーはボーカルで使うのか、ギターで使うのか、そういうのを回答してもらいます。その後、ベースのフレーズは作成しますか作る、いらないというふうなことを回答しますと、 このようにまとめてくれます。曲のキーは E で E マイアースケールだとかですね。ジャンルは EDM だとか。こういうふうにまとめてくれるので、その後ですね、GPT は考えます。こんなふうになかったらしいですね。プロンプトを考えてくれるんです。ここにコピーするというのが右角にあります。それでコピーをします。 その後なんですけれども GPT-O1 プレビューの方で操作をします。今先ほどの長ったらしいプロンプトをこのように送るとですね GPT からメロディーの提案がなされます。でも少し小説数を間違ったりした時今回の場合はメロが7小節しかない再構築してくださいというとですねこのように直しをしてくれます。 ここからどうするかというと、例えばコード提案。ここに8小節のコードがあります。それをコピーします。そうしまして、ブラウダーに変えてもらいます。ブラウダーには僕が GPT メロディープレイヤーというのと、もう一つ、村長 GPT コードプレイヤーという2つがあります。そこに貼り付けてもらいます。今 クリップボードから貼り付けとします。するとこのように貼り付くわけです。ここでベロシティなんかをこのように大きさ決めまして、これはだいたい100前後ぐらいがいいと思うんですけれども、そして MIDI の書き出しというオレンジのボタンを押してもらうんですね。そうしましたら当たり前の話ですけれども、ファイルに保存できます。そしてもう一度 GPT に戻ってですね、 次はメロディーの提案をコピーします。また僕のメロディープレイヤーというソフトに切り替えるわけですね。ちょっとここになんか色々あったらですね、え本当にコピーしてるのっていうことになるので、ここをちょっと消してみましょう。まあ今適当に消します。もう一回。全くなくなりましたよね。そしてここでクリップボード貼り付けというのをやっていただきます。 ペーストというのがモバイルの場合はもう一段階出てきますのでペーストを選ぶとここに入りますこれは単にここにペーストしただけじゃなくってちゃんと村長スタイルコードに適合してるかというようなことも分析をしてもしダメだったら成形をしてですねちゃんとした形にしてくれますもしどうしてもできないほどおかしなコードがあったりするとエラー というような表示がされますので、それもやり直してください。そしてこれも MIDI に保存をします。そうしましたら、今度は MIDI はどんな風になったか。はい。ここでファイル、これを選択します。今見えますでしょうかコード www みたいなファイルがありますよね。これが書き出したコードのファイルです。そしてもうちょっと下に下がったら、 メロディー www というのがあります。この二つが先ほどの操作で書き出したものです。それを今度はモバイルの DAW に持っていきたいところです。ここでなんですけれども、僕は一番うまくいくならば、ガレージバンドを今日のお話でしたいと思って、随分テストをしたんですが、簡単にミディを載せたりということがどうしてもできません。 ですから今日おすすめする2つのソフトはロジックプロツー2という最近になって発売された Apple のソフトとそして Cubease の iPad バージョンもしくは iPhone ででも使えます。それが Cubeasis という名前なんですね。それをダウンロードしていただきます。Cubeasis の方は買い取りです。数千円はいりますけれどもそれででもできます。 ロジックの方は毎月700円のサブスクということになります。年間8000円ちょっとぐらいかかりますので、ここは考えどころですけれども、それならばキ b a s ーシ s という選択もいいんではないかなとも思いますし、僕が全部を知らないだけで、その他にも MIDI の扱える iPad 用の DAW とかであれば、それは 可能だと思います。じゃあ、ここで、今はロジックが立ち上がってるんですけれども、Q ベーシスの方を見てみましょう。これ、今も出来上がっていますが、あえて歯抜けにしたいと思います。はい。これを削除します。イレースというのをすると削除できます。はい。これも削除します。ここに、まずはコードを入れたいと思います。これはですね、読み込み という方法もできますけれども、ここ最近の iPad であれば、マルチビューができますので、このファイルというのを見ておいて、そして左の方に c u b a s e が立ち上がっているので、これをドラッグしていきます。そうすると c u b a s e が開きます。これで、この先頭のあたりにこうやって持ってくればいいわけです。 ちょっと今、後ろになりましたので、前に詰めたいと思います。このようにしましたら、下のトラックにもコピーしたいんですね。こういう時は、上側のところにコピーというのがあります。はい。コピーできましたので、今度は下側のトラックを選択しておきまして、ここに貼り付けをします。はい。このようになりました。今度は、一番上がメロディーです。 これも一旦消してみましょう。そうしまして、メロディの方を持ってきたいと思います。はい。ちょっと長押しをしまして、そのまま引っ張ってきます。はい。このようにメロディを置きました。メロディが入りましたね。次はベースのラインですが、もうベースは全く操作が同じなんで、これがベースのラインです。 その他にも、このパーカッションとかが入っています。これはどうやって入れたかというと、上の方にメディアというのがありまして、下にメディアを選べます。ドラムループというのがあったりします。はい。例えばこれを聞いてみましょう。ここにループがあります。このループをドラッグに引っ張っていけばいいわけです。ちょっとやってみましょう。このように、 トラックに持っていけばいいと思います。まあ、これと入れ替えるということでもいいですよね。イレースしまして、そしてこれと入れ替えてみると。上にあるトラックは、ここはパーカッションです。これも今と同じようなやり方で入れたということになります。じゃあ、どんなようなメロディーを作ってくれたのか、一回見てみましょう。 メロディー以外はミュートにしてみます。そうしまして先頭に戻ります。ちょっと聞いてみてください。はい、こんなようなメロディーをチャット GPT が作ってくれたわけです。 じゃあ、ここにベースを加えていきましょう。はい、これがチャット g p t が作ったベースです。そして、コード進行が下の方にありますので、ここからは ループしながら足していきます。あえてちょっと短くしておきましょう。はい。このように4小節のループにしました。これでどんどん楽器を増やしていきますね。もうやり方は分かったと思いますので、あと残りの楽器をどんどん足していきましょう。 ミキシングバランスをとります。 はい。こんな感じで、まあ、ミキシングをします。そうしましたら、あとは書き出しということになりますね。書き出し範囲をもう一度戻します。このように、発祥節分を書き出しにしてですね。そして、ここからはミックスダウンです。また、メディアを開きます。ここで、ミックスダウンというのが、下から2つ目ぐらいにありますよね。これを選びます。そして、クリエイトミックスダウン。 このように押すとですね、どんな形式で書き出しますかというのが出てきます。ここで今選ばれているのは w a v ファイルです。あと MP3 なんかでも書き出しができますので、素直に持っていくのはどちらでもいいと思います。ここでスタートミックスダウンというボタンを押します。そうしますと AI モチーフというのができましたよね。これを選択しまして、 ここにシェアというのがあります。シェアを押します。モアを押します。するとファイルに保存というのが出てきます。ここで AI モチーフという名前に今なっていますが、このまま保存しましょう。これでモチーフができたわけです。そうしましたら、その後は素の a i に行きましょう。はい、素の a i です。ここで一番上のところに アップロードオーディオというのがあります。これを押します。するとこんな画面になります。マイデバイスというのを押します。ファイルの場所を選択します。ここに最近使った項目ということで AI モチーフがありますので、これを読み込みます。するとこういう白いアップロード1ファイルというのが出てきますので、これを選択します。この後は著作の問題がないか。 というのを検討してくれています。僕の GPT が作っただけですので、著作の問題が発生することはありません。そして、コンティニューを押します。すると、一番下に AI モチーフというのが来ました。まあ、聞かなくってもさっきと同じ音なんですけれども、一応先頭だけでも聞いてみましょう。 はい、この音よく覚えておいてくださいねそしてここからエクステンドというのを押しますするとスノー a i の左の方にこの AI モチーフというのがここにきますねそしてここで歌詞を入れればいいわけですけれども今日のポイントがあります皆さんもスノー a i を長く使っておられるんでしたらなかなかイントロが出ないという そういう方がおられると思うんですね。ここからつないで作るんですけれども、一番上には、イントロインストゥルメンタルという風に書いています。そして、その後に、リリック、that don't sing、いわゆる歌わないでくださいという風に書いています。そして、その後に、イントロギターソロという風に書いています。これはギターソロじゃなくて、ピアノソロでもいいですし、 皆さんの好きな楽器を入れてくれたらいいんですがうまく出やすいもの例えばアルトサックスも OK ですがハーモニカとか入れた時には出たり出なかったりというちょっと今のところ癖があるようですまあこのように3行入れたらいいと思います先日までパソコン版でのこのやり方を見てくれていた人はここにダミーの歌詞を書きましょうと言ってたんですが この方法の方が90%ぐらいの確率でイントロが出てきやすくなりましたのでこれからまだまだ実験はしようと思うんですがこの産業の書き方を覚えておいてくださいまたこの産業は YouTube の概要欄とかにも貼っておきますのでこれを先頭につけてくれるとイントロが出やすいですなおかつスタイルオブミュージックの方には イントロエレクトリックギターソロという風うに書きまして、カンマで区切ってですね、アップロードサウンドファイフルリーという風うに書いています。このファイフルリーという発音がいいかどうかはあまりよくわかってないんですけれども、アップロードサウンドに忠実にやってくださいねという風うに書いているわけです。じゃあ、これでですね、作ってみましょう。赤い大きなエクステントボタンを押してください。 するともう数秒で音楽が出来上がります。はい。ここで重要なポイントです。今までは皆さんこんな回りくどいことをしないで、スノー AI で早速音楽を作っていたと思うんですね。でも、スノーにはバリエーションがすごくたくさんありますけれども、自分の管理するメロディーで作りたいという方は、 特に今まで DTM とかをやっていた人にはとても大きな願望です。GPT には助けてもらうけれどもメロディーは DAW の方で自由に触ったりできるということです。DAW の習熟度に合わせてですね、より変わったメロディーを作ったりできるということですし、初心者の人でそんな MIDI なんてわからないわという人はですね、 まあそのまま使えばいいんですけれども自分が納得したメロディーで作るわけですからガチャの要素がものすごく抑えられるわけですじゃあ話は長くなりましたが聞いてみましょうはいイントロ作ってますね ほほうが出て新しい朝の光がさす見知らぬ鳥の歌が響き君の笑顔が全てを映す夢の中で見たくはいこの歌とかもモチーフを少し周到しています希望の種をまきましょう には僕らの手の手中「目覚めよう地球とともに」「新しい世界を見つけに行こう」「手を取り合い進む未来」「僕らのは僕らの手の中に」「目覚めよう地球とともに」「新しい世界を見つけに行こう」 山の緑もるはいもう一度パッと AI モチーフに切り替えますね <music> ほらメロディーが一緒でしょ <music> 似たメロディーがちゃんとできていますどうでしょう まあ、モスの AI を使っている方はお分かりのようにですね。もう数秒で2曲作ってくれるわけです。それもクオリティはめちゃめちゃいいですよね。こんな作曲がもう今できる時代になっていまして、そして今日はモバイルでやっているわけです。すべてモバイル上でやりました。次の機会は僕の開発しました GPTs や、そしてそこからの入力の仕方、 DAW での操作方法。どうやって DAW に取り込むのか。まあ今日は流れはもう見せましたけれども、そんな感じでもう少し深掘りをして解説をしますので、できたらチャンネル登録なんかをしてお待ちください。では今日はご視聴いただきましてありがとうございました。またお出会いできるのを楽しみにしています。じゃあねー。